ケツの青い新人です。ソープとは妙な名前だな。地獄を味わっている。救出しなければ仲間を見捨てはしない。ザカエフ、イムラン・ザカエフ。多くの者が移ろう中、不変なものもある。悪しき者は去り、次の世代が現れる。力の虜になった者はいつも同じだ。我々はロシア人と手を組み血を流したが、奴らを見誤っていたな。歴史とは勝者が記すものだ。物語は完成したはずだった。現実は終わりなどない。新たな悪役が出番を待っている。状況は変わった。原理も運命さえ。昨日の敵は今日の新兵というわけだ。彼らを忠実な猟犬のように鍛えろ。そして祈れ、飼い犬が主人の手を噛まないようにな。これまでと同じことだよ。言っていることはわかるな、フォーリー軍曹。飴と鞭だ。今日は新人が一人ぴったり入ります。最高の人材ですよ。ここで射撃の基礎を学んでもらう。これより、このアレンが君たちに武器の実演指導を行う。言わせてもらう。諸君の多くは腰攻めで撃って弾をばらまきがちだ。そんな姿勢では当たらんし、間抜けにしか見えん。見本を見せてやれ。テーブルの武器を使って背後のターゲットを撃て。振り向いてターゲットを撃て。今はまだサイトで狙うな。私が言いたいのは腰攻めで撃てということだ。見たか？弾をばらまいただけ、当たりはしない。ターゲットを狙うには安定した姿勢から慎重にサイトを覗けばいい。我らが友人たちにレンジャーの腕前を見せてやれ。まずはしゃがめ、それからサイトでターゲットを狙うんだ。たったこれだけのことだ。ターゲットを倒したいかならサイトで狙ってみろ。サイトで狙うと素早くターゲットを切り替えることもできる。的を狙った後に一旦照準を外しまた狙え。見せてやれアレン。照準の近くに標的がいるときはサイトを使うと素早く標的に狙いが定まる。サイトを使ってターゲットに照準を合わせろ。そういうことだ。ターゲットは素早く落ち着いて倒すことだ。
ターゲットが何かに隠れている場合、薄いものなら弾丸は貫通してターゲットに当たる。アレンが実演する。大事なことを言い忘れた。フラググレネードの投げ方を覚えておけ。テーブルのフラググレネードを取れ。まとまったターゲットにグレネードを投げて一度に排除するんだ。よし、フラググレネードは傾斜地では転がりやすい。グレネードを投げる場所には注意しろ。協力に感謝する。次はピットに行ってくれ。シェパード大将が視察に来ている。よし、誰が最初だ。今までの成果を見せてくれ。聞いたか、ブーンが逃げたんだよ。おかしくなっちまったかな。脱走か。パーティーを逃したな。手紙は来たのか。もう読んだか。ああ、情報局のタイが言ってたぜ。地雷なんて心配してない。俺が嫌なのはあのヒヨケムシだよ。ああ、テック4のバッテリーがあればよかったんだが、この状況じゃあな。女みたいな撃ち方だぜ。自分で見てみな。銃の持ち方がいまいちだな。のせいで眠れない。もう半年近く寝不足だ。ガスケットが抜けてる。プラグも交換だな。どこで手に入れたの？ジャクソン、その辺にしておけ。よく戻ってきたな。シェパード大将は何かの作戦にここから一人連れて行くそうだ。それでスカウトに来てるんだと。まずハンドガンを取ってこい。よし、ライフルに持ち帰ろう。よし、またサイドアームに持ち帰ろう。素早いだろ。ハンドガンへ持ち帰るのはリロードよりも早い。余裕を見せろ。シェパードが見てるぞ。最高の兵士は最高の部隊に配属されるもんだ。さて、お前はどうかな。 OK、 次だ。最初の標的が上がったらタイマーがスタートする。俺たちを先に投入しないとはな。奴らにできてレンジャーにできない仕事はそうないが、まあいい、それがお前の分だ。それにしてもこ、
なかったがまだ物足りんな。上に行ってチームと合流するか、もう一度コースを走ってもいい。実にいい。まだいけるな。上に行ってチームと合流するか、もう一度コースを走ってもいい。よし、アンダーハンは全員車両に戻れ。出発する。全員車両に乗れ、出発する。